Hello, baby! スロットの未来愛してる。ラーメンの未来を愛してる。どうも中山です。おはようございます。今日も朝からバカです。はい、本日は8月13日土曜日、デルグランド上横田店さんに来ております。今回撮った台はサンダー V ライトニングです。はい、ということで本日こちらはデルグランド上横田店さん、まあ A じゃないかということで、まあ A タイプがね、強いホールさん、今日も朝からアクロス満載ですねこれ。はい、ということで、まあ、サンダー V、取れましたので、はい、8月はなかなかいい感じで僕来ております。ということで今日はサンダーで、今日も楽しく勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、はい、前回メダルたんで、はい、チョダマサイプレー実戦 1カード目、ではよろしくお願いします。はい、はい、サンダーです。サンダーだよね。お、お、はい、リプレイ。はい、サンダー V ライトニング、まあサンダー V ライトニング、これあれですよね、本当に今この6号機自体になって、うん、まあ面白さがもう一度こう認識され始めてるというか、まあ面白い、このサンダーが出たばっかりの頃ってね、まあ6号機暗黒時代で、さらには確かコロナの全盛期ですよね。コロナ全盛期でもうスロットも見向きされずに、で6号機なんかさらに見向きもされてないような時代だったからね、出たタイミングが悪くなり、6号機時代になったらやっぱりこれ面白いじゃんみたいな、今ビッグ251枚とかアクロスの中で一番出てんじゃないのみたいな、そんなスペックですもんね。やっぱ時代って変わっていろいろあるけど、やっぱり人間っていうのはね、この時代の変化に対応していくこと、生きていくことがとても大切だと思うんで、うん、そういう意味ではこの時代に今サンダー V ライトニングが面白いっていうのはまあいいことですよね。僕も実戦回数増えてるしね、やっぱ面白くて打っちゃうもん。さあ21ゲーム早いの入ったよ。どっちだろうな、赤という名のレギュラーかと思ったら、はい、さあ投手はもちろん1本です。さあいい滑り出し、音変えれる、オッケー、投手1本。やっぱこういうスタートがいいのがいいね。お、これは入った。ちなみに残り5枚です。残り5枚295ゲーム、そのまま揃っていいんだけどね。おーおーおお、そのまま揃ってブオー言ってくれた、ありがとうございます。はい、寸止め、超寸止めビッグ残り5枚大丈夫だよね。びっくりした10ゲーム、
なんだこのデメは、はい、10ゲーム10ゲーム、初めての、はい、初めてのレギュラー、まあ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 、リプレイ、さあリプレイの後鳴ったね、はい、これは熱いな、ああ、はい、46ゲームまた同じデメです、あのリプレイから、はいはいはい、大体こうなります、でもね、まあ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 レギュラーです、現在452ゲームです。はい、メダルなくなっちゃいました。いつも通りの追加投資。まあまだ2本目なんで痛くも痒くもないんですが、いや今日は台風が近づいてきてるみたいで、最近あの雨が日本をおかしくしちゃってますよね。500ゲーム、ちょうど500ゲーム、ああ揃ってくれた、投手は2本ですね、1本追加、入ってくれた、危ね、298ゲームまた持ちメダルギリギリっすね、どうだろう、ああまた寸止めビッあれ、今僕はそのまま回しちゃったんですけど、今ペイン1って一番役って書いてあった、え、一番役って入りますよね多分、入んない、入んないかな、入んないか、入らないんだね、一番役、いや入ってる、え、はあ、入ってた、あレギュラーが入ってんだな、あ284ゲームよね、ベル外れ目なんで1ゲーム追加、2ゲームリーチ目、はい、はい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 、レギュラーの2ゲーム連チャンでした、はい
さあスイカで落雷スペシャルどうでしょう。これ入っていいよね。これ1枚掛けトライしよう。1枚掛けトライ欲しいから、1枚掛けトライ、あよかった、280ゲーム投資は5本ですね。5本スイカで入ってくれた。さあそろそろビッグの連チャンが見たいっす。あ、これ入るんじゃないの。260ゲーム。はい、はい、はい、レギュラーが入ってました。雷神ゾーンに入ってる。あ、パンク、パンク1回しかないですよね。2回、1回。これ熱いんだけど。あ、ウェルだった。これ設定確か2以上かなんかじゃないですか。レギュラーの後3回、2回で入ったら多分そうっすよね。初めて、はい、現在、ライジングゾーン入ったところですが、はい、スタートから2000ゲーム経過しました。まあ、ウィック、レギュラーともに5回ずつで400分の1で合算で200分の1ですね。はい、まあボーナスはパッとしなくダラ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 です。ダラダラで、はい、ユニメモやってるんでユニメモ載せておきます。はい、まあ、まあ子役は悪くはないんですが、まあ何とも言えないですね。で今これあのレギュラー後あのドゥンドゥンドゥンの2回以下のライジングゾーンで、これで設定2以上確定なんですよ。設定2以上確定、1は否定し、なので今1は否定されて2以上確定みたいな。まあ2か5か6、まあどれも考えられるけど2が一番近いのですかね、この状況だと。ただ、はい、1が否定されてるんで全然ね勝負になるはずなんでね。まあとりあえず、波を呼びましょう。波を来るために頑張る。はい、58ゲーム。さあどうだどうだどうだ、ビッグ欲しいぞ。ああレギュラーっぽいけど、はい、現在レギュラーから351ゲームです。残念ながら2枚目、正確には11プッシュ目。まあね、設定位置は否定してるんで勝負にはなるはずなんですが。382ゲーム。
はあ、投手は今プッシュしたんで、12本ですね、12本。まあ12本頑張りましょう。一角っすよね、スイカないんで。58ゲーム、お、こんな一角が来てくれたよ。はい、せっかくビッグから早かったけどレギュラーでした。まあまあまあ、狙ってみたら入ってみた。残り2枚456。いやいや、なんでこんなだ。ですね、これ2枚で回るんでしたっけ。あ、2枚で回った。投手は19本かな、多分19本。なんだこれは、チェリーフリーズ。すごいすごいすごい、初めて見たよ。ああチェリーフリーズだって。ライジングゾーン中に36ゲーム、まだビリビリ言ってる。初めて、あ、出る出る出る、今日初めて。ソロ7って言ってたけど、ソロランナー。今日初めてビッグの連チャンが、ビッグの連チャンはこんな入り方してくれたよ。かっこいいね。オッケー入ってくれた。96、よし、当たりだした。はい、お、オッケー、よし、ビッグこのまま頑張ってみようぜ。びっくりした。赤が飛び込んだ。144。いや、いいよ。飛び込むってことはね、良くなってきたってことだから。入ってくれた。522ゲーム。いや、
いや頑張ったと思ったら今日一でハマってるんですけど、どうだろうこれ。いやまあなんとかビッグ頑張ろう、もう一回頑張ってみよう。211ゲーム、あれ光んねえな、入ってるよね。いやスイカこぼさないはずなんだよな、練習じゃないけど。はい、久々のレギュラーが入ってました、現在213ゲームです、はい、残念ながら3枚目、はい、チョメダルがなくなりましたね。22本目。いやこれ1位否定して、奇数っぽいし子役も悪くないんでワンチャン5ぐらいあってもいい状況なんですけど、ボーナス引けね、ボーナスが引けない。427ゲーム、はいはい、追い足しで入ってレギュラーしようこれ、でもこんな入り方初めてだけどな。ダメだこれ、ダメだ、無理かこれ。21ゲーム、さあビッグよろしく。はい、あれあれあれ、ビリビリ打ってるよ。150ゲーム外れよ、外れよというか揃おうか、揃ってください。はい、揃わないんだよね、揃わない。現在レギュラーから228ゲームです。まさかの4枚目。はい、いやストレート500なんてビッグか、今1000ゲーム以上ハマってるんですけど。
お外れた427ゲーム。さあお願いします。 V はないよね多分ね。はい。ダメだ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 、これダメだ。なんでこんなビッグいけないんだ。66ゲーム。さあそろそろビッグを引こう。なんだこれ、何これ本当に、73ゲーム。これはビッグでいいよね。はいはい。やっとビッグ。投資は、35本3万5千円。全部とは言わない、ちょっとは頑張ってみよう。わあ、指が止まった。169。わあ、つながった。つながった。チェリー、まあチェリー入らないですよ。106ゲームチェリーから。まあでもレギュラーショー、さすがに。プレイが全く入らないからな。おおおお、光った。86、おそらくリプレイでレギュラーしよう。大体こういうのレギュラーだった。1ゲーム連チャンですよね。すごいよね。パンクして無限ライジンゾーンからの1ゲーム連で赤玉をして、これはこれは嬉しいわ。なんかこれ1ゲーム連の音楽かな。サンダーで1ゲーム連なんか初めてだから分かんない。ダメだダメだ。
3ゲームで入ったよ。今度は3ゲーム。ええ、どうすればいいんだこれ。リプレイか。あ、さあ乗ってきた。完全に乗ってきたな。8ゲーム1万役だって。さあさあさあ、どうどう、これどうなんだろう、どうなんだろう、こっち、はい、あー、はい、あー、ここはレギュラーか。横コーンから2ショートのチェリーか。まあチャンスだろうな。入ってないよな。はい、あ、鳴ったよ、鳴ったよ。あ、鳴って滑って、これはいるんじゃん、レギュラーが。はい、レギュラー65チェリーから。はい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 、光ってくれたよ。44ゲーム光った。さあ当たり出したよ。どうこれ。はい、おおおおお、よしよっしゃ。あのハマりだと頑張り出してる。ビタ押しができなくなってんだよな。これは外れっすよ。ああ、ここで出た。まああの1が否定で、子役もよく奇数挙動だったから5があるんじゃないかと思って頑張ったら外れ出たんで、5ですね、多分、おそらく5です。ベルですよね。ベルですよね。ベルじゃなかった。こ、78ゲーム。スイカスイカスイカがちょっと怪しいと思って、まあでもですよね。まあ当たり出してるってことですね。来心層、はいはいはい、まあ、はい、そういうことですね。うん、おお、入った入った入った。6ゲーム。ただこれ赤の頭否定ですよね。はやっぱりやっぱりここに来てレギュラーが頑張るって。
13ゲーム、さあめちゃめちゃ当たりだした。なんだこれは。ただビッグが欲しいっすよ。はい、あ、よっしゃ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 。さあこれ頑張れるよ、頑張れる頑張れる頑張りたい、頑張れる頑張りたい。現在ビッグから173ゲームです。いや、はい、サンダーブイ今日はずっとダメダメ状態から、まあ1否定で頑張って最後なんとか頑張ってくれましたね。ハズレも出ておそらく5だと思います。 5が濃厚。ただマイナスです、ただマイナスですけど、だいぶ取り返してちょいマイナスぐらいまでいったのかな。あ、5ですけど、5だとこんな波あるし、この辺が限界で、まあ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 疲れたってのもあるし、ここで終わります。はい、まあ最後レチャーしてくれたら楽しかったから、マイナスですけど、大きなマイナスじゃないんで、よしとしましょう。はい、終わります、終了。はい、データこれです。まあ結局ビッグもレギュラーも、はい、こんな確率ですが、はい、1否定のビッグ中外れで、まあハマってハマって最後の最後にこの連チャンで取り返して、まあ取り返してはいないけど1000枚ぐらいはあるのかなってところだと思います。まああのどん底から1000枚取り返せればいいかなと。今日の波だとこの辺が限界、まあ出るかもしれないけど、うん、まあもうさすがにちょっと疲れましたね。サンダー疲れるし、負けですけど大きな負けは回避できたんで、はい、プラスに捉えましょう。まあほぼほぼ設定5が残すよ、トータル的に。まあ外れ出てるし、6じゃない、5が濃厚。5だったら全然アクロスはマイナスあるしね。最後頑張ってよかったと、そんな感じです。はい、本日デルグランドか三横田店さん、まあ A タイプ強いっすよ。多分僕のもまあ5だとしたら高設定だし、まあ新花火とかバーサスリバイス、あと緑のとか、あの辺高設定なんじゃないかみたいな、はい、そんな感じで、あとはちらほらあった感じです。はいはい、ではでは、あ、サンダー V、 なんかサンダー V は前もね上っぽいの打って、なんかこんぐらいで、まあ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 、でもやっぱり楽しいんでね、楽しいっすよ、楽しめれば OK。 ただあの鬼ハマり、気使った、あれは最後出てくれてよかった。あ、マイナスでもいいよ、今日はよかった。はいはい、ということで僕は明日編集して、明後日からまた連戦ですね、遠征続きます。はい、群馬遠征っす。はいって感じで、はい、まだまだラッシュが続くんで、まあ8月はなんだかんだプラスなんで頑張っていきましょう。お疲れ様でした。なんだこれは、チェリーフリーズ、すごいすごいすごい、初めて見たよ。ああチェリーフリーズだって。